さあ、じゃあそんなことでね、手品します。このしんとした空気とりあえず、引いてもらって当てるっていうパターンでしょ。それを軽く、じゃあ1枚引いてください、ね、それを覚えてください。覚えた、はい、返してください。でね、一応カメラさんに見て、うん、大丈夫、中入れるわけだ、うん、揃えてあげて、んで、じゃじゃん、こうやってね、回すわ、回すとね、一枚カードがね出てきて、うりゃうりゃうりゃってやると、ほらね、一枚だけこうピュッと出てきて、なんだった？9のはいクローバー、はい、おぉ、何？手品、だいたいこれね、またこれを、これ覚えといてね、クラブのキューを中に入れて揃えると、だいたいこの辺ぐらいはアバウトに分かるでしょ。僕はプロなんで、今34枚目っていうのが分かる。へー、本当だよ。じゃあ半分ぐらいこっち分けて、うん、半分、はい、これで何枚目か分かる？想像もつかない、ね、僕には分かる。10枚目なんです。え、信じてない？1枚でしょ、2でしょ、3、4、5、6、7、8、9、10枚目、さっきのカードはクラブの9。もうちょっと難しくね、ちょっと混ぜて、カード真ん中辺に入れます。で、あ、間違えちゃった、待ったことになった。で、混ぜる、それでどこ行ったか分からんでしょ。したらいいですか、ね、こうやって1枚ずつこのここで配っていってください。そう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 、で好きなとこでやめ、うん、やめ好きなところで止める、うん、うん、あ、ここでいい、あの、後悔しない、しない、しない。で、これがさっきのカード。ね、そう、いいところで止めてくれる、ね、なかなかうまくいかないよね。さあ、ちょっと混ぜて、じゃあ、もう一回やってみましょう。カードをこう、ビャーっと今度は落としていきますので、好きなところでストップです。いきますよ、これですか。じゃあ、これを見て覚えてください、はい、大丈夫ですか、忘れないでね。でこれを、このまま真ん中に差し込んで混ぜる。で普通、あのテーブルの上で混ぜるときはこうやってこうやったりするね。ちょっと今日は特殊な混ぜ方をしてみる、ね、こうやってね、半分に表と裏にするんですね。で、これでガーッとすると、後で面倒くさそうな感じになるでしょ。ね、間違いない。ね、それいい、ほら。そうすると、あ、ね、表向きとか、まあ、これ裏向きとかね。あとは、あ、ここなんかこう、裏裏だったりとかでしょ。ところが、グーッとこうね、表裏揃えなくていい、マジシャンですから。
今こう表裏が、なんとなくほら、もう揃ってるほら、覚えたの何でした？ダイヤの1。ダイヤの1。うわあ！意味わかんない。いや分かってもらっちゃう。意味分かったら勝負上がってる。すごい。それでは今度はですね、こういうものをしまって、と混ぜて、もう一個トランプね、実は用意してね、これは青ね。一応あのこっちもこう表見てバラバラな普通のトランプです。混ぜる、いやいや、それでは赤と青どっちが好きですか？青。青が好き。じゃあ青持ってください。左手にこうやって持ってください。でもうちょっと前に手を、そう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 ね。これから僕の真似をしてほしい。やる通りに同じようにやってくれればいい。なんとなくマジシャンの気分が味わう。そうそうそう。もう結構ついてきてる。大丈夫？すごいね。ちょっと難しく指先に縦に全然違う。全然違う。はいはいはい。ウリアン。ほうほう。え？でこれでね、こう来てこうでしょ。でこう来てウリアってやるでしょ。でシャラーってこうやるわけ。まあ無理だよね。ちょっとあの段階飛ばしちゃったね。ぼーっとしてちゃうから。相手の取るっていうの真似しちゃう。取るのね。そう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 、ね、大丈夫？はい。ちょっと簡単に戻す。ぼーっとしてた。ちょっとさっき覚えたカードを出してください。裏向きにちゃんと覚えてるかな。完璧に真似していただきますね。すごい。ありがとうございます。僕の好きな7を全部出しましてね。一応他のカードはね、バラバラに割って。今回は、この7ね、7が一応主役というかね、2枚ずつ担当だからね。これサインペン、サインペンね、ここにね、ここに大きくあの下の名前を書いてます。下の名前、うん、はい、サインしてる。お、正解。大丈夫よ、書いていいの、書いていいの。だからもう、うん、どうでもいい。ちょっとね、タイプが違うペンが同じの用意しろよって話だね。ええ、いや、本当大きくガバッと書いてください。はい、
フィン、はい、あ、いいですね。いや、戻すのこっちで、はい、ここだから、ね、まあ、ここは別に驚かない。で、これサインしていただいた4枚のカードね。ね。4枚。サインがしてあるからね。4枚のサインしたカードを中に、真ん中辺にちょっと離してバラバラね。わかる。で完全に揃えてしまうと。そうすると、あ、だいたいこの辺に、あ、これからですね、カードがポケットに飛行するというね。意味わかる？わかる？別に不良になるわけじゃないからね。飛行するんだよ。これこうフリフリってやると、もう来てるほら。ハートの7、ここにも来てる。あ、ダイヤの7。あれ、あ、見てない。あ、まだ見てなかった。ごめんごめん、ちょっと待って出す。これハートの7ね、飛行してダイヤ、ね、いい感じでしょ。あと何だっけ、あと黒だな。ここは多分スペード、ね、でこっちがクラブ。ちょっと待って、あ、ごめんごめん、ポケ、うちポケ大事だね。それではですね、1枚、この4枚の中から1枚選んでください。それがいいですか。はい、これは使わないね。サインしたダイヤの7ね、これを、あ、こうしてね、真ん中辺になるようにしてですか、中に入れちゃう。わかりやすいでしょ。サインもしてるし、表裏も変わってるとね。要するにこう一つだけ裏向きになってる。で、もう一つ買うものがあります。ここにですね、封筒の束、これね、これ使います。ね、覚えてる？覚えてる？ダイヤの7ですね、これね。封筒に向かってうりゃってやるとダイヤの7が消えるんです。これはこうちょっと触ってみて、のりがついて、ちゃんとのり付けされてる感じですね。こっちもね、封がされてる。そうですね。破っていきます。じゃあトランプをね、使います。お、ね、ジョーカー。ジョーカーはですね、ちょっとですね、不思議な力が似合わない俺に。セリフが似合わない。不思議な力があるんです。嘘っぽい。ね、じゃあカードをこうやって送っていきますから、好きなところでどこでもいいです。ストップとね。これですか？はい、これとこれどっちですか？あ、じゃあこっち。こっち。じゃあこれ置いときます。そしたらですね、真ん中辺にこれは入れます。忘れないでください。クラブのクイーンね、三つ葉の12でもいいです、ね、クラブのクイーン中入れときますね。それ入れといて、で、さっき不思議な力があると言ったジョーカーね。いや、言われるとこじゃないよ。不思
思議な力があるらしいんだよ、ね、これはこうやって回す、ね、こう回すとほら赤くなる、ほらちょっと不思議ね、さらにこれ不思議な力があるんだよ、回すといい、これこうカード回すとほら赤くなる、見てなかったでしょ肝心なところがね、ほらこれほらこれ赤くなっちゃうのこれ全部、手品だから、そっか、うん、ね、でカード覚えてる、大丈夫カード覚えてる、何だった三つ葉の三つ葉の12、あ三つ葉の12間違いないね、でこう弾くとほら1枚だけカードがね青く戻ってる、これは実はいいところだね、でこれ1枚だけ青いとちょっとババ抜きとかやりにくいんで、これこうピューとかやると、さあそれではですね、表向きで1枚選んでください、1枚選んでください、あ、いいんだ、いいですか、お、いいの選びますね、ハートのエース、このカードを、まあ、さっきもちょっとやりました、要するに引いてもらって、ね、当てるっていうマジカルでしょ、でもそれどうして当たるのかという話、ハートのエースね、真ん中辺に普段は大体返してもらうね、普通にして、もちろんこれ違うでしょ、これも違う、一回指を鳴らす、ね、そうすると上に来る、もう一回いきますよ、このカードを大体真ん中に挟んで指を鳴らすと上から出てくる、ね、いやこうやってカード当てるの、もうすぐにポッと、もう一回言うの、なんかいいでしょ、このカードが間違いなくハートのエース、ハートのエースじゃ、ね、これをこのまま中へ入れてあげると、指を鳴らす、そうすると上、あれ、あのたまに下に、さらにこれをもう一回真ん中に落としてみると、ね、シュバリってほらまたある、すごい、そしたらこれをですねちょっと適当なとこでパカッと分けてもいいですか、これ入れますかね、で揃えて、ではい上見てください、ね、ね、手品だからね、忘れた頃にやってくるよ、じゃあ1枚引いてください、1枚引いてください、このもっと難しいね、1枚だけでは何とかなりそうです、この3枚3枚に挑戦、覚えてください、いいですか、まず最初のカードこれ、ね、これだいたいこの辺に入れる、2枚目のカードこの辺に入れる、3枚目のカードね、この辺に入れると、バラバラに差し込むと、で今度揃えてあげて混ぜる、ね、うりゃうりゃ、で、これですねってやっても面白くないので、今日は面白いものがですね、これハンカチちょっと開いてください、いいですか、はい、これをかぶせて見ないで手探りでさっきのカードを見つけてみよう、最初のカードいきますよ、これさあ2枚目は何でした、はい、多分ねこれだと思います、はい、
大丈夫最後が何でした多分これはいスペードの12当たっちゃいましたねで残りはいらないんでね指を鳴らすとパッと鳴るんですよ